はい、こんにちは。サッパ TV です。今日ご紹介する商品は、私が最近買った商品です。こちらです。夏になると私は海行ったりとか、最近だとブログには書いてるんだけど、畑に行って農作物を収穫とかしたりするんですけど、T シャツで畑に行くと虫がすごくて蚊に刺されるんですよ。蚊に刺されたくないから、私の持ってるパーカーで畑に行ったんですけど、もうね、暑くて死にそうになったんですよね。冬用のパーカー夏に着てるから当たり前ですよね。でちょっと夏用のねパーカーが欲しいなと思って今回ねアマゾンで買いました。それがこちらです。夏用のパーカーで薄手でできているので夏こう着ていても涼しいんですよ。それで UV カットもついてるからこれからアウトドアや海にも着ていける、お肌を焼きたくない女性の方にもおすすめなパーカーです。はい、それではね、まず最初のおすすめポイントなんだけど、これね、値段が安かったんですよ。Amazon で1570円で販売されていて、お手頃な値段だと思いますよ。私の場合、畑とかに着ていこうと思ってたんで、ちょっと泥とかね、汚れがついても気にならないぐらい安いものでいいやと思ってたので、ちょうどいいパーカーだなと思いました。あと2つ目のおすすめポイントが、バリエーションが豊富なんですよ。これ今ね画面が色のバリエーションなんだけど、こんなに色があるんですよ。オレンジ、白、赤、青、黒とかいろいろもう何種類もあるから、この中から自分の好きな色を見つけて選ぶことができるのはこれおすすめポイントですね。私は今回ライトブルー選んだんですけど、本当は、夏場使うので涼しい方がいいから、あまり黒とかそういう熱を吸収するような色は避けたくて白にしようかなと思ったんだけど、白だと畑とかアウトドアとかで泥汚れついたらまた汚れちゃって、こう汚れがね目立っちゃうから、ちょっと色加えようかなと思って、そこでライトブルーにしたんだけど、ライトブルーも後で着てみたんだけど爽やかな色でいいですよ。パステルカラーは夏にぴったりの涼しい色ですね。そしてサイズは SS から 3L まで幅広くご用意してあります。でこの SS が女性モデルになるみたいなので、女性の方はこの SS でいいのかなと思います。もっと大きい方は S でも M でもいいと思います。 Amazon の商品ページに女性が着てるイメージ写真もあったので載せておきますね。こんな感じですね。女性が着るとやっぱり青はね爽やかな色でいいですね。夏場涼しくなりますよ。はい、そしたら商品の方を見ていきます。これがね広げた状態ですね。見た目はシンプルですね。何も絵がなくて本当に着やすいですね。年齢も関係なく女性男性も関係なく着ることができます。そして3つ目のおすすめポイントは UV カット 90% です。本当にね紫外線はなるべく浴びない方がいいですね。特に夏場日差しが強いから紫外線浴びると、その浴びた時はいいかもしれません、若い時とかね。だけど絶対年を取ると老化が早まったりとか、あと DNA が破壊されたりとか、目には見えないダメージを受けてるんですよ。年を取ってから今まで浴びた紫外線の影響が出てくる、これが紫外線の怖いところですね。そして私なんかの場合は UV クリームとか、夏場塗る時もあるんですけど、あれ塗ると結構ベタベタするじゃないですか。あれが気持ち悪くてちょっと塗りたくないなっていう方には、紫外線対策として UV カットのパーカーを着るっていうのも一つの選択ですね。そして見ていただいている通り、ドライメッシュ生地なんですよ。通気性が良くて夏場着るにはおすすめのパーカーですね。これね、今まで私冬用のパーカー着て畑行ってて汗ダクダクでしたけど、このパーカー着て畑行ったら全然違いますね。本当に風がこう来て通り抜けるのはちょっと分かりますね。あとはパーカーですのでフードがついています。日差しが強い時にはこのフードをね頭にかけて、強い日差しから頭を守るということもできます。あとはこのフードの首のところにタグがついてますね。グリマーっていう、これがブランドのようですね。はい、そしてこちらが袖になりますね。袖の縁は折り返してちょっとこう厚みを持たせてますね。タイプによってはもうヒラヒラの袖とかあって、こう手を動かすたびにヒラヒラして嫌だなと思う時があるんですけど、そういうねこう嫌な感じがある袖ではないですね。まとまっていてしっかりしてます。
続いてジッパーですね。まあ、ジッパーは普通の通常のジッパーと何にも変わりはありませんね。ノーマルのジッパーです。動かしづらさも特に悪いなと思いませんでした。ジッパーの色もですね、このパーカーの色に合わせて同じ色になってますね。そしてこちらにタグがついてますね。こちらは洗濯の表記とか、あと素材の表示がされてますね。はい、それではね、ちょっと実際にこれを着てみて外に出かけてみましょう。はい、というわけで UV カットのグリマーのジップパーカーでしたが、いかがだったでしょうか。こちらの商品ですね、 Amazon の評価を見ても結構高かったですね。これも 4.5 ぐらい評価あったかな。 Amazon のコメントをちょっと読んでみると、ランニングで走ってる時に着てますとか、あとは夏の日差しにちょうどいいとか、なんかバイク乗る方ね、なんかメッシュ素材のパーカーを探してこれ見つけましたとか、星4ですねこの方。あとはラッシュガードの代わりに、本当にいいと思いますね。ラッシュガードの代わりは、夏場海ってね、裸だから日焼けしちゃうけど、ラッシュガードの代わりにちょっと簡単に羽織るだけでいいっていうのはいいですね。塗るのって結構大変なんですよね。全身くまなく塗って、あ、やばい、ここだけ塗り忘れて黒くなっちゃったなんて、そんなこともあるのかなね。あとはウォーキングしたりとか、スポーツにはすごいいいですね。このパーカータイプっていうのはお手軽で結構ね、実用的とか気に入りましたとかいっぱいコメントありますね。88個あるね。なので、まあ、気になる方はまた Amazon でページコメント読んでください。はい、というわけでお時間の方がやってまいりました。最近ちょっと自分声がおかしいんですよね。今日喋っててもなんかちょっとしゃがれてるというか、なんか変な声なんですよね。多分エアコンのせいかな。夏場っていつもこうなるんですよ自分は。声がやられるんですよね、エアコンの空気できっと。で、朝起きるとすっごい具合悪いんですよ。で、夜になるとちょっとずつ良くなってくる。そしてまたエアコンでやられる。この繰り返しなんですね、夏場は。はい、どうでもいい話でしたけど、それではこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。